高森の試合で、ゴロゲーム行った時に、闘魂ショップ行って、これはジムに勝てなきゃいけないという素晴らしいものをですね、買ってきました。あのね、ちょっとまあ僕もね、見てないから、ね、おどうですか、これはね、ちょっとまだ今、肩がついてるサイン入りです。素晴らしい、ね、素晴らしいね。これ、どう OBI の、そして、ちょっと今ちょうど4月ですから ね、そしてこれ、もうこれはもうあれね、もう引退されてからの、はい、ね、これ、これね、その辺にある写真というのを見てる、タイガージェットシーンだよ。タイガージェットシーンだ。そうだそうだそうだ。タイガージェットシーンだ、うん。これはね。いい顔。そしてこれ、ね、そしてああ、もういろんな昔のまだ若かりし頃のアントニオ猪木。そしてこれ。これね。引退試合。で、あ、もうこの猪木といえば、ね、もうこの泣く泣くバーで、ね、これを、素晴らしい、ここに貼ります。素晴らしい。これはね、タケルのお前、このちょうど1週間前からね、やっぱこれを見て、これを燃える闘魂をちょっと燃え上がらせるんですね。ね、いい写真だった。なんかね、あれだね、4月をなんかめくるのがもったいないぐらいだね。確かにね、ちょっとね、今日一日これまだめくりません。ちょっともったいないね。いや、逆にね、逆にもったいない。だからそう、ちょっとこのもうちょっとこれ馴染むまでこのようにしてみます、はい、ということで、新しい、もうあれですね、神棚以上の神ですね、はい、ということでこれを眺めて、みんな、毎朝やってください。朝朝ね、もったいない、これ破れんもん、ね。今日の自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をGet over!